福永洋一記念は、高知県競馬組合が、高知競馬場で施行する、地方競馬の重賞競争である。かつて中央競馬の騎手として活躍した、福永洋一の功績を称え、2010年に創設された。実施にあたっては、福永洋一の長男である、福永雄一が、協賛金を提供するなど、積極的に関わり続けている。 創設のきっかけは2009年8月に高知競馬場で行われたトークショーであった。竹豊と赤岡修司の縁により中央競馬の騎手4人が招かれ夜サコイナイターの応援イベントが実施された。その際に福永雄一が高知といえば坂本龍馬と福永雄一だと思います。高知競馬場で福永洋一記念を創設できれば とコメントを発した。この提案を、高知県競馬組合が開拓し、福永陽一記念が誕生した。レースの一着賞金など商店奨励費は、高知県競馬組合が負担し、協賛金や副賞品、トロフィーなどは、福永雄一が提供した。現役時代の福永陽一福永陽一は、中央競馬で1968年に騎手として、デビュー。 1970年から1978年まで9年、連続リーディングジョッキーを獲得したほか、1978年には131勝を挙げ、当時の年間最多勝記録を更新するなど、天才と呼ばれるほどの活躍を見せていたが、1979年3月に行われた第26回毎日杯で競争中の落馬事故により、頭部に重傷を負い、 これ以降復帰はかなわず1981年に引退。2004年にはその功績を称たたえ騎手検証者に選出され、中央競馬の伝道入りを果たした。1948年に、高知県で七人兄弟の末っ子として、生を受けた洋一は母親を知らずに暮らしていたが、放浪癖のある父親が急成したため、身寄りを求め姉が嫁いだ、高知競馬の騎手。 松岡敏夫のもとを頼る。松岡家で暮らすようになった、陽一も競争場の世話に明け暮れた。二人の兄が騎手だったこともあり自らも騎手を志した陽一は、中学2年の冬に、高知を立ち、河の市である、竹平蔵の下で暮らす。翌年、中学を卒業した陽一は、平蔵の息子、竹栄昌と共に、東京の馬事公園騎手養成所へ入所。 卒業後は前述の通り中央競馬で活躍し、騎手検証者にまで選ばれた。現役時代には妻に、年を取ったら、高知に住みたいとも語っていた。第1回が行われるにあたり、JRA 調教師の藤沢和夫から、何かの力になれるならと副賞の記念品が提供されるなど、洋一を知る競馬関係者からの働きかけが、積極的に行われた。 さらに、第1回を実施することが公式に発表された際、高知競馬場には、洋一の活躍を目にしていた世代にあたる50代60代のファンから問い合わせが相次いだ。第1回は、平日の開催で、天候は小雨だったが、2010年当時では、最多となる1263人が来場し、関心の高さを表した。 当日の高知競馬場内では陽一をもてなす、趣向として、高知競馬の実況アナウンサー、橋口孝二の提案により、陽一が好んだというペギー・早間の南国とさを後にしてが流された。レース終了後の表彰式では、福永陽一本人がプレゼンターとして車椅子で、高知競馬場を訪れ、前述の落馬事故で、 ファンの前から姿を消した1979年以来、31年ぶりに、公の映え姿を見せた。洋一を乗せた、車椅子が、表彰台に登場すると、ファンからは、お帰り、待ってたぞなどの声援が飛び、大きな拍手で温かく迎えられた。待っていたファンに対し洋一は、多いと呼びかけ、ファンへ答えて見せる一幕もあった。第1回。 福永洋一記念の優勝騎手、赤岡修二は、くしくも、洋一と同じ高知市立塩江中学校の卒業生という縁もあり、レース前にそのことを伝え聞いた赤岡は、優勝騎手インタビューで、今日は久々にプレッシャーを感じました。このレースは、何としても取らないとという思いでいっぱいだったと語った。表彰式の終わりに、洋一はファンへ向け、父の名前を冠したレースを、 父と最も縁の深い高知競馬でできたっていうことが何より嬉しいです。父も久々に高知に来ることができて喜んでいますし、さっき表彰台に向かっている時に、たくさんの方々が拍手で迎えてくださったんで、よかったなと思いましたと語っていた。第一回の開催を得た後、雄一は親父が引退して30年近くなるのに、たくさんの人が、 父のことを覚えてくれているのが嬉しかったと感謝し、続けて、父を誇らしく思いました。自分は、豊さんに憧れて騎手になったつもりだったが、俺の中のヒーローは、親父だったんだと初めて思ったと語り、騎手としてのルーツや父の偉大さを再確認した。さらに雄一は、父が健康であり続ける限り、レースが続く限り一緒に来たいと続け、次なる開催意欲を高めた。 第6回、福永陽一記念でプレゼンターを務めた、福永陽一と、福永祐一、福永陽一記念は2011年以降も、継続的に開催され、福永陽一も毎年のように、本競争に合わせ、高知競馬場を訪れている。第3回ではかつて中央競馬の機種、養成機関だったバジ公園の15期生が集って、同期会イベントも行われた。過去には、 竹豊によって、カツオの炙り焼きが実演されるなど、本競争の試行日には、毎年様々な趣向を凝らしたイベントが催されている。第4回が行われた際には、陽一の功績を称える記念碑が、高知競馬場内に建立された。第1回が実施された当初から、福永陽一記念を、地方競馬と中央競馬の騎士交流競争として成長させる。 可能性も模索され、第1回では50万円だった一着賞金も、第5回から100万円に増額。その後も一着賞金は増額され、第10回から500万円に、第12回は1000万円になった。第6回の試行日には、地方競馬と中央競馬の騎士交流競争、ジョッキーズバトル用一カップが行われたほか、第6回では優一が初めて、 福永陽一記念に帰場した。第6回、福永陽一記念で、初めて、騎手として出走した、福永雄一本競争の発案者である、福永雄一自身も、小さい頃はおばにあたる陽一の姉に世話になりながら、ザリガニを釣るなどして、高知で少年期を過ごした。雄一が、騎手になった百九十六年は、全日本新人王総派戦に出場し、 高知競馬場でも騎場していた。2014年の第5回福永陽一記念では、雄一の長女も高知競馬場へ連れてきたという。雄一は、高知は、福永家のルーツ。友人も増えたし、すっかり慣れたと語り、2012年には、高知県の観光特使へ就任するほどまでに、高知との縁を深めている。雄一は、まずは10回を目標にしたい。 そのためにも、毎年内容を充実させるとして、今後も、福永陽一記念の開催継続に意欲を示している。4歳以上の高知所属場による重傷競争で、高知競馬場のダート1600メートルで行われている。以下の内容は、2021年現在のもの。副賞は、福永陽一賞。走路はすべてダートコース。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。